どうもどうも、習得チャンネルです。2020年12月2日のメンテ明けのカチャを回していきたいと思います。カチャなんですけど、これですね、バルハラ魔王魔人機確率アップガチャ、こちらですね。どうもいろいろ確率アップしてて、なんか見てますと、まあ300がそこですね。ラインナップでいろいろあるんですね。このカエルだったり、こちらの新武器の新武器もありますし、でも基本的には皆さんこれが注目されてると。この前段発射の武器ですね。こちらが皆さんちょっと欲しいかなと、これ狙いで回してみようかなっていう人がちょっと多いみたいですね。ちょっと回していきたいと思います。これね、ちょっとね、いらないジョブのもんも出るガチャなんで、ちょっと困りますよね。できればジョブ別がありがたいというか。あ、それでね、ちょっとね、僕ごとの話なんですけど、月替わりガチャの動画出したんですけど、一応ね、僕ちょっとツイッターをこっそりやってるんですけど、一応動画を上げたら、一応ツイッターでもその動画をあげましたよ、作りましたよ的に一応アップしてるんですね、ツイッターに。まあ基本的にはまあこっそりやってるもんで、あまりいいねとかつかないんですよね、僕は。でもね、今回の12月の月替わりガチャのアップしたツイッター記事に、なんとですね、いいねがまあ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 っていうか、あ、コスモこれはいいね、ありがとうございます。いいねがですね、初めて4個ぐらいついたんですね。で、その中にちょっと意外な人がいいねしてくれてまして、それがなんとチェリーさんチェリーブチェリーさん、その2代目のチェリーさん、なんかわからないんですけど、今ツイッターいじってる人が、いやびっくりしましたね。ちょっとチェリーさんが僕の動画を紹介したツイッターの
つぶやきにいいねをしてくれてまして。ってことは、そのチェリーさん、人形のチェリーさんなんか、人間の方のチェリーさん、いや人形の方でしょうね。見てくれたんかな、僕のその12月の月替わりガチャ。なんかまあ低評価僕は基本的に多いんですけど、なんかチェリーも低評価をしてそうやな。なんかでもね、基本的にその最近でも低評価減ってきたかなと思いますね。高評価、まあ、あんま僕気にしてないんですけど、気にしてたらやっぱりね、動画なんかね、あげれないですからね。おお、バルから来た。でもな、この、何でしたっけ、これ。あ、風、風か。風いらんな。まあ低評価とか高評価あまり気にしてないんですけど、最近でも高評価がまあ多いですよね。まだまあ僕はその低評価とか高評価とか数字をもちろん隠してるんですよ。あまり芳しくないのが昔は多かったんで、まあ今も多いんですけど。だけど最近はもういいねの方がまあ実はというと多いんですね。ありがとうございます、本当に。いやー、あー、ラスト1回か。あ、なんだラスト回線がおかしい。ああ、しょうもない。あれ、ボタンが押せてなかった。あ、ああ、押せた。250個じゃなくて、石250個分、回してみました。まあ、こんな感じです。